ジャイアントシルバは、ブラジルのプロレスラー、総合格闘家、元バスケットボーラー。ソウルオリンピックとバルセロナオリンピックで、バスケットボールブラジル代表として出場した。その後 WWF にスカウトされプロレスラーに、転校、ドリー・ファンク・ジュニアとトム・プリチャードのコーチを受け、1998年に、デビュー。クルガンやゴルガとの怪物ユニット、ヒューマン・オディティーズの一員となり、 当初はヒール、後にベビーフェイスとして、開演隊などと構想した。WWF 対談後は、メキシコの CMLL にも参戦。2001年9月に、長野正宏に勧誘され、チーム2000のメンバーとして新日本プロレスに参戦した。同じく巨人レスラーのジャイアントシンとのタッグチームは、クラブセブンと名付けられた。2003年12月31日、 総合格闘技デビュー及びプライド初参戦となったプライドスペシャル男祭り2003でキースヒーリングと対戦しスリーパーホールドで一本分け。この敗戦後にヘンゾ・グレーシーの下でブラジリアン柔術をはじめとする格闘技の基礎を学んだ。2004年4月25日プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級グランプリ1回戦で戦闘竜と対戦し、 チキンウィングアームロックで一本勝ち。2004年6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドのヘビー級、グランプリ2回戦で、小川直也と対戦し、マウントパンチで TKO 負け。2006年4月2日、プライド武士道、その渋滞で、美ノワ久久と対戦し、グラウンドの膝蹴りで TKO 負け。2006年12月31日、 K1 プレミアム2006ダイナマイトでアケボノと対戦し、チキンウィングアームロックで一本勝ち。ハッスルにも高田モンスター軍の一員として参戦している。この記事は以下のカテゴリーでも参照できますパウロセザールダシウバに関するカテゴリー。ありがとうございます。